えー、こんばんばは今日はね、5月の29日、夜のね8時半です。えー、何日ぶりや ?3 日ぶりぐらいですかね。この前の日曜のにスキージャムのガズレーシング以来ですかね。で、えー、今日のね、アマゾンで買ったもの,の紹介こちらです。はい。えー、見てわかる人はわかると思いますが、えー、今回ね、アマゾンで購入したものはね、 マーク X130 件ね。X 君のえホグランプベゼルに付く、えー、メッキパーツになります。<laughs> えっと、一応アマゾンで購入しました。国、国内、えー、埼玉県が、あのー、会社って書いてありましたけどね、えー。届いてびっくりですね。中国からの発送でした。えー、ごっく,くよく見てみると一部の商品は海外発送と書いてありました。<laughs> どうりで 日数一週間ぐらいかかるなと思ったんですよね。<laughs> はいえ。こっちが左です。こっちが右になります。<laughs> えー。250G。一番下の方にはついてないグレード、あのー、パーツですね。タぶンえっと、S、スポーツバージョンね。S と、あと上級グレード、プレミアムに付、えー、いてる えー、装備だったと装備っつうかなメッキねちょっと見た目のメッキがついているやつですね S とプレミアムに付いているでいであろう確か付いてたってついていたであろう、えー、それのま、えー、がいもですねバッタモンの、えー、後付けのメッキホームオブベゼルにつけるメッキまあ、うん ベゼルにつけるメッキったらベゼルに直接つけられないんでね、えー、上級グレードのやつはもう、ベゼルに直接、もうあの、メッキのやつついてるんで、これは、えー、ベゼルにはつけられません、えー。ベゼルね、前の、前の方ですね、あのー、要はあのー、もうバンパーになっちゃいますね、要は。ホーナンプの、ベゼルのちょっと前に、え、ー 取り付けるというタイプのやつですえー、本格的に、ね、上級グレードみたいなあんな感じの取り付けではありません <laughs> 一応ね一応両面テープはついておりますが多分 3M ではないでしょうないですね絶対ね <laughs> 一応トヨタとは、えー、刻印入ってますけどこんなもんね中国お得意のあのマネするの大好きなんでね <laughs> どうとでもなりますよね。こんな刻印ぐらい。<laughs> さあ、これは果たしてどれだけ耐久性があるのか。<laughs> やっぱね、あの、下の車を見ると、やっぱあの、あのパーツいい、このパーツもいいって欲しくなっちゃうんですよね。まあ、そんなん言っても取り付けられるか取り付けられないか、その、 ありますけどもね、グレードによって。<laughs> ええー、この前のね、ベゼル一体型の、えー、デライト。あれの安いバージョンみたいな感じです。何言ってんだろう <laughs>。あまこれはデライトはついてませんけども <laughs>。ええー、まあ、見た目こっちね。 えー、本をつけたときに結構反射するんじゃないかなと思ってね。結構見た目にかっこいいと思ってちょっと購入してみました。えー、価格はえー、っと、4200円ぐらいでした。送料込みです。で、国内発送かと思ったら注目発送でした。 えっと、昨日もね、ちょっと荷物来まして、Amazon で買ったやつですね。一応、ここ、これはもうメッキ、こっちもメッキ。もう今、停車してるこのメッキはね、6ミリの、えー、グリルにつける予定のやつです。アンダーグリルですね。えー、これはもね、アンダーグリルの下の、まあ、下のバンパーですね。ちょっと一番下の。あそこに取り付ける予定で購入いたしました。 で、一応、コルゲッツかな一応、これもね、アマゾンで一応買ってあります。えー、成功産業さんね。おなじみのね、ホームセンターとかに。これの、えー、っと、折り曲げられるタイプのやつですね。ちょっと溝ついてますけども、こんな感じで断面図。わからない。 分かりにくいなこんな感じで、えー、曲がっておりますね切り込みが <laughs> これもね実際、えー、これ使いながら、えー、これも使うんでだいたいねこのバンパーのねこのバンパーこれも置いた感じでバンパーねちょっとカクカクってなってるんですけども こ,のここら辺につける予定であります。カクカクって言ったの分かるなね。実際見てみるとね。あ、それは取り付けたらまた動画アップします。これもね、これがモール。ああ、うわうわうわ。アンダーグリルに取り付ける、えー、6ミ、mm、リ、幅6ミ、mm、リの、えー、モールになります。これ15メーター入っております。 メイドインチャイナーほとんどチャイナーですけどねで以前ね紹介した LED ヘッドライト D4S のタイプのこれなんですけどもこれ、えー、不良品ということで、ねえー、Amazon に問い合わせましてで注目、ね、これも中国なんですけどもメーカーからね、えー、連絡きまして、えー、申し訳ございませんでしたということで、えー、再発送いたしますということで、えー、メール来ました ですよねあれから1週間経つか経たんかで現在に至るまでまだ連絡したこともありませんそのメール一回こっきりですねどうなっているんでしょうかこれをね、えー、カーメイトのデュアルクス2よりも明るければこれで、えー、しばらくしばらくとこれでいき取り付けていきたいと思います取り付けていく予定ですこういうのが明るかったらね で暗かったらまたあのイトに戻しますまああのどっちみちねあのー、多分ャー時と LED では発光点が違うんでね、えー、またあの光軸を直らないといけないと思いますまあ一んね、えー、照射してみてそれで問題なければそれでいきますけども多分いじらないとダメだと思います ではね、今日の中国、えー、から届いたものは、えー、マーク X130、ね、系中期後期。後期にも取り付けられます。後期大丈夫かな大丈夫かな後期も多分大丈夫やな。えー、G ズとか、えー、GR には取り付け不可だと思います。確か。ノーマルのね、あのー、バンパーでしか取り付けはできないと思います。 G's とかね、G's とかね、g の後バンパー形状まで、ね、またホームランプ前とかちょっと、えー、違ってくるん、くると思いますんで、えー、取り付けは不可です。<laughs> まあ、あの、指定通り g r でも g ズでもね、ホームランプ一応丸いんですけども、もうベゼル自体がもう丸くなってるんで、メッキついて、多分これは付けられません。100%付けられます。<laughs> え 付ける対象ね、えー、車種はもう中期後期まあ後期でもねその中期後期でも、えー、ノーマルバージョン以外は取り付けられませんのでご注意ください。e d i s g r にはムーディス不可です <laughs>、はい、結構どうやろうちょっと中見てみようかな。 お結構あのー、メッキ、綺麗。輝きがあるから。ちょっとい、結構指紋ついてますけどね。<laughs> ほらね、指紋ついてる <laughs>。裏のメッキの綺麗じゃねえかって感じやななんか汚れついてるし、おい、マジかよ。 取り付けるときまだ吹かんなあかんなはい、もう一つもああこっちもめっちゃ指紋ついてるなおい だねー,なーめえどういう商品管理してんのやっため両面テープ浮いてんじゃんめんふざけんなよほんとにも中国うんかなもんなくそ中国うんやこれ ふざけんなよ両面テーブルのカス、両面テーブルの中に隠しとくんじゃねえよ、ほんとに。切ったねえ、ほんとに。切ったな、おつえ仕事しなかった、ほんとに。もう、変なとこについてるし、ふざけんなよ、ほんとに。フィッティングも、ちゃんとあってんだろうな、おめえ。えー、すいませんね、ちょっと。 ぐじばっか言っちゃってね。<laughs> まあ、これはね、取り付けてからのお楽しみになります。はい。では、ご視聴ありがとうございました。